シェル鶴見は、神奈川県横浜市鶴見区の東日本、旅客鉄道鶴見駅東口に立地する駅ビル、シアル鶴見とも表記、JR 東日本グループの横浜ステージンビルにより管理、運営されている。2008年9月30日に閉館した鶴見仮眠に代わり、その後地に2012年11月1日に開業した。建物は6階建てで、 ビル2階は鶴見駅の東口改札に接続されており、1階は京急鶴見駅との間にある東口ターミナルに面している。コンセプトは心通い合うくつろぎの我が家であり、ビル内の各所に取り入れられた全文化が最大の特徴である。これには鶴見の地は鎌倉にある日本最初の禅寺、県庁寺がかつて管理していたことから禅寺が多く、 1911年には、総当州の大本山、総持寺が移転しているため、鶴見には全文化が根付いているとする考えが背景にあった。閉店した鶴見仮眠に代わる新ビルの構築にあたり、付加価値として鶴見に根付く、この全文化を駅ビルから発信することが発案され、このコンセプトに至ったという。プロデュースは、県匠の住職であり、 庭園デザイナーである、松野俊明によって行われ、心身ともに癒される場と時間、住民の人生に関わっていくような駅ビルを念頭に設計された。開業とともに、総持寺、駒沢大学、鶴見大学などの代表者からなる、シアル鶴見文化事業協議会が発足し、2013年4月から週2回、 座禅や法話など季節行事が開催されており、同月には保育園も開園した。各フロアの出店テナントの一覧、詳細情報及び営業時間については公式サイト、フロアガイドを参照。これら各フロアをつなぐエレベーターホールも、天然石や縁側や床の間を配置するなど和風を強調した趣向になっており、1階5階6階のエスカレーター周辺も、 禅の心の持つ静けさを伝えるために、木、和紙、竹などで作られた内装となっている。ありがとうございます。